その顔は、スタブロローレルが饅頭娘になってしまう?に対するみんなの反応。親父さんの言葉思いは、この表情がアプリの方のローレルと重なって見えた。こっちのローレルもそういう顔できるんだなって。手を広げて走るローレルいいね。手の書き方が癖にきそうです。あれか。競馬スレでたまに見かける、必ずしも花取ったやつが全体のペースを作るわけじゃないって話か ?2015 年の阪神大賞典なんかわかりやすいと思うねんな。馬娘にはどこまで行ってもなれないから努力は当然か。重いな。やっぱ吉野ちゃん仮名馬娘なのもったいないな。これ終わったらフェードアウトするんか?トレーナーが努力するのは当然、か。暗いと目が光って見えるの怖くない?前回は正直微妙かなって思ってたんだけど、今週の表情すごく良い。両者顔が生き生きしてる。なんとなく1話より遠近法上手くなった気がする。まだ怪物とガチ対決する前の状態だからセーフ。短く感じるけど内容もいいし、わかりやすいし、何より絵が可愛いながらに動きがついてて見やすい。展開も遅くないし読んでて楽しいね。全然各週待てる漫画だわ。可愛い。今回も全体的に吉野可愛い。かなり理論派なトレーナーだな、やっぱ。シングレとは雰囲気が少し違う。小栗は弱点らしい弱点がなくて、素の力でゴリ押しできるキャラだからな。そりゃ雰囲気は違うだろうさ。競馬とは難しいもので、花取ったものがペースメーカーになるわけじゃないんですな。後ろからプレッシャーを与えることで、逃げ馬のペースを握ることもできるのだ。この重圧は、の時のローレルのカオスコ。あと椿ちゃんトレーナーしてんな。やっぱりローレルより椿が主人公だなこれ。まだ4話だけど、展開とか心理描写が丁寧だよな。だからこそペース遅くて合わないって思う人がいるんだろう。この表情大好き。ローレルはこの先もいい表情をしてくれると確信したよ。笑顔なんだけど圧を感じるお顔好き。前回の若尾ローレルとはまるで別人のようだ。こういう地道に調べるシーン好きなんだよな。幕結びの人だから心情とかの表現は雰囲気うまいし、レースも動き自体はいいのよね。迫力に欠けるのがあれだけど。シングレと違ってもう馬娘に触れてる人を読者層にしてるというか、だからレース理論が初っ端から出てくるようなじっくりした展開になるのかも。ローレルの戦績をどう料理してメリハリつけてくるか見ものだな。北原も少し走り方とか教えてはいたけど、結局のところは小栗の桁外れのフィジカルで勝ってたからな。その分迫力ある描写になってて受けは良かったわけなんだけど、このトレーナー描写に重点を置く書き方がどう受け止められるかだよね。トレーナーのかっこいいところも見られて満足。ここまでリズムで解説してくれるあたり、完全に気分で戦法決めてて理論。何それ美味しいの?状態だったマヤノがどういう調理で来るかが気になり始めた。強キャラ感ずっと出してるパパトレーナー、実績がまだわからないけど千代ちゃんに G1 勝たせたのもこの人なのかしら。バケモン枠はブライアンだし、論理的に戦う描写多めで対比作るのもありそう。気分や枠とマーベラス枠もいるし、この辺も心理描写が豊富で面白くなるだろうな。まんじゅうかわいい。シングレの棒と気が合いそう。勝ち上がり済みの馬とかすでに重賞取ってる馬が、デビュー前の馬に調教でコロッと先着されて、それが後の怪物でしたってパターンはごく稀にあるぞ。例えばマーベラスはそうだったらしいし、まあこれは漫画だからそれとは全く関係ないと思うが。それこそビクトリアマイルのソダシとユキタムみたいな例もあるしな。ボーダーと G1 級3勝馬は知らん。ローレルは青馬賞でダービー優先出走権を得ながら本番は走れなかったけど、吉野の元馬はダービー走ってるし、そこで何かしら描写あるんじゃないかと思う。まだだ。ブライアンが次に出てきた時プリティフィルターがかかっているかどうか見なければ。桜ローレルは小栗と違って、戦績見てるだけで爽快って馬ではないから、レース理論とかメンタルとかそういうとこ掘り下げてくる方向性なのはわかる。馬娘を知る人が増えた今だからこそできる展開かも。この式で終わるってことは同着か花さ負けかな?
表現に秀でてるものはあっても、一部キャラの作りや展開に弱点があった作画に、キャラクターコンテンツもので原作つけて主要させてるとこもあんのかな？やっぱり馬娘らしく、ひそひそ話は馬耳になんだ。馬娘の耳に念仏。ここ本当に可愛い。この柄のマグカップとか欲しいわ。俺はこの簡単千代ちゃんが好き。毎回簡単馬娘が多くて嬉しい。こんだけ細かくレース内容について描写してるのなんだか逆に新鮮な気分。しかし今回はいけても普通のレースだとこの作戦は使えないから、序盤のレースラッシュはローレルの体の様子を伺いつつ、どんどん大舞台で通用するような作戦を考えたり、体の方を合わせていくような展開になっていくのかな。レース描写はこの先しばらくはしょってドラマ面で進めそうな気もする。ローレル大舞台での活躍は先だしね。すごい当たり前のことなんだけど、馬でも人間でも一番疲れるのは、速度を上げる時なのだ。なのでペースを下げたり上げたりを繰り返すとめちゃくちゃ疲れるんだね。マルゼンスキーの日本短波障害なんで遊んで勝利したと言われるのは、一度完全に速度停止した状態から追い上げてきてる馬たち以上の速度にペースを上げてどんどん引き離したからなんだね。千代ちゃんは言わずもがなローレルはけなげな犬にあるし、吉野はやんちゃなワンコっぽくって、公式からの桜一族は犬として描けという意思を感じる。バクちゃんも出てきたら犬なんだろうなという確信がある。やっぱ君たち距離近くない？おじさん並み感。ちょくちょくアプリローレルインストールしてきてるな。かわいいとかっこいいを反復横飛びしてるローレル好き。桜愛はアプリだと色っぽさの要因の一つって感じだけど、こう漫画表現に落とし込むとなかなか迫力あるな。脚光の中で映える映える。桜千歳を出てこないかな。怪我して復帰したナリブの初戦の勝ち馬だし、マヤが勝った有馬の3着馬でもあるし。ブライアンが勝った有馬では6着だったな。このレースは姉ちゃんにターボ、ライス、菱山姉さん他、聞いたことのある馬名が多くあるからレースシーンが楽しみ。これならボーマーベラスな馬娘とボーアイコピーな馬娘もとびきりプリティに書いてくれるはずだ。一周でも早くマーベラス空間を展開してほしい。最近マーベラスが足りないんだ。ゲームみたいに二人三脚に焦点を当ててく感じなんだろうね。シングレはオグリ主体だったからローレルと椿でダブル主人公って感じかな。ローレルのテーマが一緒に夢を見ようだからね。育成シナリオもそんな感じだし。親父さんがトレーナーとしての姿勢を語るシーンは良かった。アプリのトレーナーもそういう気持ちでやってるんだろうしな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。